6月8日月曜日朝5時25分のホームポイントはオフショアが背後から吹いてますね。海にはうねりはありますが、ショアブレイク、またほぼフラットに戻りましたね。ホームポイントの右もオフショアで、筋のようなうねりが伸びて伸びてショアブレイクですね。こちらもほぼフラットですね。気温は16度ぐらいですね。風はオフショアやや肌寒くなります。海には筋のようなうねりがないことはないという程度で、またほぼフラットに戻ってしまいました。それに対して日は東に、月は東に、日は西にの反対の状況ですね。